ススフキー前回の続きからですいろんな人に聞いて確かめましたでもそういったことが行われるのは他でもない誠実さのゆえそう売り飛ばされた次男坊だって。 自分が売り飛ばされたのは誠実さのゆえと信じて疑わないほど強烈な誠実さのゆえなんです犠牲となった人間が生きとなる我が身を喜ぶなんてもう理想じゃないですかで一体その先どうなるかその先長男にしたところで以前ほど楽じゃない 長男にはあまりへんとかいう心で固く結ばれた娘がいるのですが結婚することもままならないそれだけのグルデンがまだたまっていないからです2人もやはり礼儀正しく誠実に待ち続けながら笑顔で生贄にの道をたどるというわけですあまりへんはもう頬もこけて すっかり干からびてしまう20年ぐらいしてようやく財産も増えグルデンも清く正しく蓄えられたそこで父親は40歳の長男と乳房も忍びて鼻が赤くなった35歳の余りんを祝福してやるしかもその際父親は泣きながら説教をたれいずれ死んでゆく 今度はその長男自ら貧困縫製な父親となってまた同じ物語が始まるわけですこうして50年だか70年だかするうちに最初の父親の孫がもう相当な資本を築き上げ自分の息子にその資本を譲り渡しそれがまた自分の息子にさらにその息子にといった具合に譲り渡し それが5世代6世代と続いてついにロッチャイルド男爵やらホープ紹介やらその他の無ぞ無むぞが生まれるという仕組みなんですよどうですなかなか見事な眺めじゃないですか100年いや200年と受け継がれる勤労忍耐頭脳誠実 根性、不屈、打算、屋根の上のコウノトリ、これ以上何が必要だって言うんです。これを超えるものなんて何もありませんよ。そしてここの地点から連中は自ら世界全体を裁き、罪あるもの、つまりほんの少しでも自分たちに似ていない人間を、直ちに、 処罰し始めるんです。どうです。要はこういう仕組みなんです。そんなわけで、僕としちゃいっそ、ロシア式に暴れまくるか、ルーレットで大儲けするかしたいんです。5世代経た後で、ホープ紹介になるのなんて、願い下げです。僕がお金を必要とするのは、僕自身のためで、僕は自分を、 何やら資本の蓄積に欠かせない付属品などと何か考えちゃいない確かにとんでもない大ボラを吹きはしましたが別にそれでいいじゃないですかこれが僕の信念なんですから君が言ったことにどれほどの真実が含まれているかどうかわからんが将軍は物思わしげに 確実にわかっているることがあるな。つまり君って人間はほんの少しでもいい気にさせられるとその途端やりきれんほど悪ふざけを始めるってことだいつもの習慣から将軍は最後まで言わずじまいだった我らが将軍は日常のありふれた会話より何かしら少しでも意味のあることを口にし始めると いつも最後まで言い切ることがなかった A のフランス人は幾分目を大きく見開き投げやりな態度で耳を傾けていた彼は僕が話したことのうちほとんど何も理解できなかったのだポリーナは高慢にもまるで関心がなさそうな顔をしていた 彼女は僕の話だけでなくこの時テーブルを挟んで話されたことは何一つ耳に入っていなかったようだ第五章ポリーナはいつになく深い物思いに沈んでいたが食事のテーブルから離れるとすぐ 散歩のお供をしなさいと僕に命じた僕らは子供たちの手を取り公園の噴水に向かった特別な興奮状態にあった僕はつい愚かしいぶしつけな質問を漏らした「あなたがどこかに出かけるというのに例のフランス人のレグリュー公爵はなぜあなたについていかないばかりか」 ここ何日かあなたとまるで口を聞こうともしないのかと卑怯者だからよ。彼女は僕に奇妙な答え方をした「デグリュー公爵についてこんな口の聞き方をするのをついぞ耳にしたことがなかったので僕はその苛立ちを理解するのを恐れて思わず口をつぐんだ」。 今日将軍と彼の関係がうまくいっていないのに気づきましたか何があったか知りたいのね彼女は素っ気なく苛立たしげに答えたあなたご存知よね将軍が身ぐるみ彼の帝塔に入ってゆってこと領地の全部があの人のものなの もしおばあさんが亡くなっていないってことになったらあのフランス人抵当に入っているありったけのものをすぐさま自分のものにするわそれじゃ全て抵当に取られているっていうのは本当だったんですね噂には聞いてましたけど何から何までとは知りませんでしたそれ以外考えようがあって そうなったら、マドマーゼル・ブランシュともおさらばってわけだ。僕は言った。そうなったら、将軍不尽になんかなりませんよ。でもですよ、将軍はもう首ったけですからね。もし、マドマーゼル・ブランシュに捨てられでもしたら、本当にピストル自殺でもしかねませんね。あるぐらいの年であんまで惚れ込むってことは危険だ。 私も何か起こりそうな気がする物思わしげにポリーナが言ったそれにしても大したもんだ僕は叫んだ金だけが目当てで結婚を承諾したってことをこれ以上露骨には証明できませんですから世間並みの作法すらも守られていなければ 遠慮も何もあったもんじゃない。本当に驚きですよ。それにおばあさんのことだって、やつぎ部屋に電報を打って、死んだか死んだかって尋ねるなんて、これ以上滑稽で、汚らわしい話ってありますかえ、ボリーナさん、あなたはそういうのが趣味なんですか何もかもナンセンスよ。 僕の話を遮りながらさも汚らわしそうに言った「でも私は反対にあなたがそこまでウキウキした気分でいるのに驚いているの。何が嬉しいんですまさか私のお金をすったからじゃないでしょうね。負けると分かっててどうしてお金を預けたんですちゃんと断ったはずですよ。他人のために賭けをするわけにはいかない。 ましてや、あなたのたためにななんかって。あなたがどんなことを命じられても僕は従います。でも結果は僕の意のままというわけにはいきませんから「得るものは何もありません」ってあらかじめ警告しておいたでしょ。う。どうなんですあれだけの大金をなくしたことがものすごくショックなんでしょう。なんだってあんな大金をどうしてそんな質問を だっって、てて説明するって約束ししくれたでしょ「いいですか僕には絶対の自信があるんです」「もしも自分のために勝負をすれば勝てるとねその時は必要なだけ僕のお金を取ってください」「彼女の顔がいかにも見下すような表情に変わった」「こんな提案をしたからって」 僕は続けたどうか腹を立てないで僕はねあなたの前だとつまりあなたの目からすると自分なんて価値のない存在だって意識が染みつきすぎているものだからあなたが僕からお金を受け取ろうが別にどうってことはないんです僕のプレゼントで気を悪くされることなんてないんです おまけに、僕はあなたのお金をすっているわけですから彼女はちらりと僕に視線を走らせ僕の喋り方がいかにも苛立たしげでトゲを含んでいるのに気づくとまたもや話題を変えた私の置かれている境遇なんて別にあなたが面白がるところなんて何もないの。なんというか、まあ、 借金付けってことぐらら。いかしら私が借金したお金ですから返したいって思っているわけここのルーレット上なら絶対に勝てるっていう何かぐるったようなおかしな考えに取りつかれていたのねどうしてそんな考えに取りつかれたのか自分でもわからないでもそれははなから信じてしまったわけよ確かのところはわからないけれど 私がそう信じ込んだのは多分何を選ぶにせよ他にどんなチャンスも残されていなかったからかもしれないわそれとも何が何でも勝つ必要があったからでしょうね溺れるものは藁をもつかむっていうのとまるで同じですだってそうでしょうもしも溺れかかっていなければ藁を木の枝と勘違いするはずはありませんから ポリーナは呆れたような表情を見せたあらまあ彼女は尋ねたそういうあなたこそ同じことに望みを託していたんでしょう2週間前でしたかいつぞやあなたは何度も繰り返し言ってたじゃないですかここのルーレット場なら絶対に勝つ自信があるってそして私を 説得なさったでしょ。自分の頭がおかしくなったなどと考えないでくれってひょっとしたらあれはジョークだったのでも私覚えてるわあなたの話し方は真剣そのものでしたからとてもジョークとは思えませんでした確かにおっしゃる通り僕は慎重に答えた。 今でも勝てるという絶対の自信があります。いえ、告白しても構いません。あなたのおかげで、僕の頭に今、ふとある疑問が浮かんだんです。つまり、よりによって今日の僕の馬鹿げた見苦しい負けが、どうして僕の心に何の疑念も残さなかったのか、ということです。僕はそれでも、自分のために勝負を始めれば、 必ず勝てるという絶対の自信があるんです。一体どうしてそんな自信が持てるの何と言ったらいいのか、それがわからない。わかっているのは単に勝たなくてはならないってこと。それがまた僕にとって唯一の活路だってことです。だから、そう、多分絶対に勝つはずだって気がするんでしょうね。 とするとあなたは何としても勝つ必要があるわけねそこまでファナティックに信じている以上は「賭けてもいいですがあなたは疑っておいでなんでしょうつまりこの僕にその必要性を真剣に感じることができるのかってそんなこと私にとってはどうでもいいわ」プリーナはここへて冷たく答えた。 でもまあそういういことね何にせよあなたが真剣に苦しむなんて迷うつ唾だわ苦しむことはできても真剣には苦しめないあなたってだらしのない未熟な人間なんですでも何のためにあなたはお金がいるわけあの時あなたが並べた理由には真面目なものなんて一つも見当たりませんでしたわそれはそうと 僕は話を遮ったあなたは今借金を返さなくてはっておっしゃってましたねさぞや結構長くなんでしょう。相手はあのフランス人じゃありませんかなんて失礼な今日は特に辛辣なのねお酒が入ってるんでしょご存知でしょう。僕はどんなことでも口にするし 時にはものすごく露骨な聞き方だってします。くどいようですけど、僕はあなたの奴隷ですから、奴隷相手に恥ずかしがる人間なんていませんし、そもそも奴隷に人を侮辱できるはずもないでしょう。すべてナンセンスだわ。それにあなたのその奴隷論っていうの鼻もちならないの。一つ申し上げます。 僕のこのこ奴隷云々の話これは僕があなたの奴隷になりたいために口にしているんじゃなく単にもう自分にはどうしようもない一つの事実として言っていることなんです。はっきり言いなさいよどうしてお金が必要なのじゃあどうしてそんなことを知りたがるんですご想像に任せます。 彼女はそう答えて毅然と頭を後ろに反らせた「奴隷論は花持ちならない」なんて口先では言いながら奴隷そのものは要求なさるわけですねつべこべ言うなってわけだそれならそれで結構どうしてお金が必要かお尋ねになったどうしてもこうしてもありませんお金が全てだからです それはわかります。でもいくらお金が欲しいからってそこまで社会的になることはないでしょだってもうすっかり夢中で運命論を持ち出すくらいのめり込んでいらっしゃるこれには何かあります何か特別なわけがね割り切れずにはっきりおっしゃったらどうぜひともそうしてほしいわ彼女は腹を立てんばかりに言ったが 僕は彼女がそうしてむきになって問い詰めてくるのが素晴らしく気に入ったす。